の中で四輪のレースを担当する事業所になってます。エンジンを開発する室か、車両を開発する室か、組み立てなどを担当する室か、あとはオペレーションを担当する室かというところがありまして、ちょっと変わったところではツインリンクモテギに展示してあるような昔のレース車両、こちらを動態保存できるようなメンテナンスを行っております。レースに向けたエンジン開発を行っている部署の中でスーパー GT の開発も担当しております。私の所属する第一ブロックはパワーユニットを開発する部署がありまして、その中でパワーユニットの先行開発を担当するのがパフォーマンス開発グループになります。パワーユニットの開発が本格化する1年前から先行開発を行って、パワーユニットのコンセプトを詰めていきます。まずは1次元の単純化したシミュレーションを用いまして、パワーユニットのコンセプトを決めていきます。シミュレーションというのはですね、そのあまり遠くの未来は予測できないんです。実際に起こっていることのちょっと近くの未来しか予測が精度よくできません。なので少しエンジン自体をアップデートしたら、さらにそのシミュレーションをその起こったことに対して合わせ込んでいく。シミュレーションをしなければいけない量が結構膨大で、スーパーコンピューターを使ったとしても非常に時間がかかります。 Azure を導入することによってシミュレーションの回数を気にすることなく計算が投入できるようになりましたので、大幅にシミュレーション回数を増やすことができて、さまざまなリスクを考慮した設計検討ができるようになりました。Azure を導入した後もオンプレミスと Azure クラウドのハイブリッドのシステムの状態になっています。ユーザーはこの2つのシステムを、どっちに計算が投入されているかを気にすることなくシームレスに使えるようになっていて、計算結果がどちらかで計算をされて、結果がオンプレミスの方に返ってくるというような形になっています。先行開発において技術のブレイクスルーを起こすような場合には、計算モデルのアップデートが非常に頻繁に起こります。で、この起こったアップデートを Azure とオンプレそれぞれに対応していると、またそこで二度手間になってしまうので、このモデルのアップデートをオンプレで行ったものがそのまま Azure にも反映されるようにということで、システムのメンテナンス性を改善して、なるべく Azure がシームレスに使えるようにというところも心がけて開発を行いました。2021年のエンジンに関しては新しいアップデートが入っていますので、シミュレーションの回数もやはり膨大なものが要求されました。 Azure の CPU は簡単な操作でどんどん最新版にアップグレードしていくことができます。 CPU をアップデートすれば計算時間も短縮することができます。シミュレーションの回数だったりシミュレーション時間を気にしないでどんどん投入できて、計算結果をしっかり得ることができたので、この開発をやりきることができました。なので Azure がなかったら新規開発をしっかりやりきるというのはちょっと難しかったのかなというふうにも思います。 Azure の導入により、内燃機関向けのシミュレーションでは世界最大規模の解析ができる環境を達成しました。 Microsoft の Azure の導入を決めたきっかけは、 Microsoft さんのサポートが非常に魅力的だったからです。課題や実現したいことをマイクロソフトさんに伝えることで、その対応策等を提案していただき、さらにそれを実装するところまでしっかりとサポートしていただくことができました。カーボンニュートラルっていうものに対してレース業界全体がそこを目指していくということが起こっております。かつて本田宗一郎さんが走る実験室とレースのことを呼んでたんですけど、まさにまたそういった状態がレースの業界に舞い戻ってきたと、そういうふうに感じております。シミュレーションを使った開発というのは今後非常に重要になってくると思っていますので、プロセスだったり知識、またノウハウをしっかり使って、他の分野でもシミュレーションを使って先行開発をするというところをしっかりやっていきたいなと思っています。自分にとってレースの参戦は世界一の技術への挑戦という、小さい時からの自分の夢を達成するための舞台の一つでした。まだまだ挑戦しなければいけない技術がたくさんありますので、レースで究極のエンジンを作ることができたと思っていますが、次は新たなる挑戦に向けてまた一歩を踏み出したいなというふうに思っています。